長野原支店。観光仕様の車両が並んでいるが、半分は路線車である JR バス関東長野原支店は、群馬県東郡長野原町にある JR バス関東の営業所である。1935年に鉄道線の先行という使命を持つ昭栄バスあがつま線として、渋川真田間、上州大津上州草津間を開業したのが始まりである。その後、 国鉄長野原線の開業とともに、その使命は、鉄道線の培養という使命に変わっていった。沿線に、日本有数の温泉場である、草津温泉があり、観光客の利用が多い滋賀草津高原線を担当していることもあり、国鉄バスでは、数少ない黒字営業所であった。鉄道と完全並行の渋川線は全廃となり、他の路線についても、 短縮や他社への移管などが行われた現在でも、草津温泉への観光客輸送における鉄道とバスの連携体制は際立っており、鉄道線の培養という使命はいささかも失われていないと言える。草津温泉輸送の繁忙期となる当期は、滋賀草津高原線での続行便の運行も大幅に増加し、出支店からの応援や JR バス東北からの車両借り入れなども行われている。 高速バスについても、土休日運行便を毎日運行としたり、利用者の多い便を台数口で運行したりしている。本支店の職員数は54人。2020年4月1日現在、27台が配置されている。系統詳細は、当該項目を参照。乗降方式、交通系、IC カードに対応常習ゆめぐり、号東京ゆめぐり。 ゴ浅間白根火山線の最終日。浅間山の直下を行く、H644 から86,432草軽交通と共同運行していた草軽線、H648 から87,434四ザワ線、H447 から94,417、草津温泉駅に到着したスパライナー、草津号。 S670 から97,411、景色線 H644 から86,4152020年4月1日、現在、日のセレガが9台配置されている。現在配置されている車両は、すべて2016年度に導入されたもので、シートメーカーと共同開発した、ワイドシートと、後部一面パウダールーム、最新の安全装置や、フリー Wi-Fi、Fi 充電用 USB を装備している。投資店配置の高速車には、草津温泉観光大使キャラクターである、ゆもみちゃんの大きなステッカーが、出入り口ドア脇や、車体右側の後部下に貼られているのが特徴であったが、前日の通り、草津温泉ラッピング化された。2020年4月1日現在、全車型支店から転属してきた高速バスからの、転用。 格下げのハイデッカー車両である。2000年代前半に導入された車両が中心で、あるが、スカイツリーシャトルから転用された2012年車も在籍している。交通系 IC カードリーダーが一般路線用の全車に取り付けされている。トイレは封鎖されており、使用できない。 2018年12月22日から2019年3月末まで JR バス東北が所有する E5 系、早草ぶカラーバス2だよ仮受け、四角札高原線の草津温泉直行臨時便で使用した。同社の仮受けは2019年度にも行われた。ナンバーは群馬ナンバーに変更、希望ナンバーの8 8 2 3 9 3にや1126で登録された。 行政からの住宅運行によるスクールバス M134 から04007貸切登録のハイデッカー車3台とマイクロバス2台がスクールバス用で配置されている貸切登録のハイデッカー車は高速バスの続行便にも使用される草津町所有の三菱ふそうローザがボンネットバス改造の2台を含む3台が草津町巡回バス用で配置されている 夜行高速バスの車両を転用した、イエローバス s 六百七十一から八万七千四百一新車で導入した路線車もハイデッカー h 四十四から零零四三四草津町巡回バスは、町の福祉バス扱いだが、一般乗車も可能。m 百三十四から零三零零一バスラマ、インターナショナル四十八号、ユーザー訪問、JR バス関東バスジャパンハンドブック。 18,JR バス関東バスジャパンニューハンドブック。37,JR バス関東。ありがとうございます。